はい、みなさん、こんにちは。ひとつきんさつさだです。いよいよ今週末17日、えー、兵庫県知事選が東海競議を、えー、迎えるんですけれども、まあ、N 国党の立花さんはじめですね、まあ、YouTuber がやってきたり、えー、まあ、斎藤さんの演説会場で、えー、逮捕者が出たりですね、えー、まあと、なぜか統一協会が斎藤さんを応援しているというふうなわけわかんない、えー、状況であるんですけれども、まあ、地元の県議さんとかの、まあ、話も踏まえてですね、今、どないな当年 いうことこですね今日お話ししていきたいなと思います。 現状ですね、こちら、稲村和美さん、尼崎、大阪に隣接するところなんですけれども、ダウンタウンの2人の出身地といえばいいですかね、尼崎県議を2期やってですね、尼崎市長3期務めた、こちらの稲村さんと斎藤元彦前兵庫県知事の対決になっておるというのが現状です。各市情勢調査出しておるんですけれども、昨日10日夜ですね、 朝日新聞が情勢調査を出しました。 稲村氏がやや先行、斉藤氏が激しく追うというところなんですが、ちょっと私びっくりしたのがですね、この部分、無党派層の動きなんですけれども、稲村さんはですね、無党派層の4割近くから支持を得ていると、それに対してですね、斉藤さんは無党派層の5割弱から支持を受けているということです。このの朝日新聞の情勢調 調査は9日、10日に行われたんですけれども、その少し前、ですね7日から9日に行われた読売新聞の情勢調査では、無党派層の3割近くが稲村さんを支持していたと、それに対して、ですね無党派層の2割強が斉藤さんを支持していたということで、ですね、まあ、読売の情勢調査では無党派層、斉藤さんの方が、支持の方が少なかった。 ですけれども、こう朝日の、えー、最新の、えー、情勢調査では逆転した。なおかつ、この朝日の、えー、情勢調査ですね、あの固定電話に、えー、電話をかける RDD 方式という形で調査、えー、されてはおるんですけれども、固定電話って皆さんもう思ってますか私43歳ですけれども、私も会社はやっておりますけれども、まあ、アプリケーションの中に入れるような、いわゆる IP 電話ですね、で一応固定電話番号は取っておりますが、総、ま、じ、あ、てです、ね、固定電話がある世帯っていうのはですね、まあ、私43 3歳ですけれども私より上の世代の方が多いと思いますが、まあ、斉藤さんといえばですね Z 世代への支援だとか、まあ、そもそも斉藤さんの今風を起こしているのは SNS だとかこういった YouTube の世界ですので、まあ、若い方の支持が多いというのは一定の理解はできるんですがこうしたですね朝日の情勢調査こう固定電話に向けた情勢調査ですねそこでも無党派層が斉藤さんの支持の方が多くなってきているという。 いうところはですねもう確実に風が吹いているんだなという風な印象を受けますそしてなぜか統一協会が斉藤さんを応援しているようです ごめんなさい。ちょっとこれ、人様の、えー、つ X 借りますけど、これ、藤倉さんって方ですね。すいません。えー、藤倉さんという方が、これ、11月4日にですね、えー、渋谷駅前で行われた、えー、統一教会の外、えー、旋ですね、ここの動画をちょっと上げておるんですが、えー、一緒に見てみるとですね。今、再選挙が行われています。そこで、分かってきたとが、実は、マスコミによる報道、うん 斎藤バッシングはほとんどが嘘だということがですね明らかになってきたわけです斉藤さんが悪ではなくて斎藤知事が正しかったということが兵庫県民に分かりこれが全国に分かってきていますなぜこういうになったのでしょうか主要マスコミが全くでたらめな嘘を続けて斎藤知事を落とし陥れたんですマスコミだけではありません もともとそういう勢力によって脅されたと、これが今、SNS 上で言われていることですこればかりはですね、まあ、実際今、自民党というものが割れておるんですね。 まあ、自民党の兵庫県議会としたら、まあ、不信任決議案を、えー、出した身としてですね、まあ、自主投票という形で、まあ、あの自ら候補を立てることができなかったんですけれども、まあ、自民党のですね神戸市議団、えー、に関しては、えーまあ、今回3番手でつけておるですね元維新の参議院議員の清水孝之さんの支援に回る、えー、またです、ねえー、明石市、えー、泉房夫さ,さんの、えーまあ、元市長の泉房夫さ,さんのところですけれども明石市の、えー 自民党の市議団はえ斉藤さんの支援に回るという形でですね、まあ、自民党自体が分断されてますので、まあ、今時ですよ、えー、このもう 選挙期間中、これだけ接点の中で,で、ね、要は統一協会から支援を受けているみたいな形になると、ですねマイナスになる,な,なることはあっても、ですねプラスになることはなかなかないということで、ですねやはり、反斉藤側の要は自民党議員、坪議員たちが仕掛けた可能性もあります。まあ、ただまあ斉藤さん自身もですね まあ、壺があの国家的な問題になった2022年ですね、まあ、その当時は、まあ、旧統一教会と、まあ、関わりはないと、えー、お話はされておったんですけれども、まあ、少なくともですね、まあ、こう選挙期間中にこう渋谷のど真ん中で、ですね統一教会の方が、えー、斉藤さんを応援しているんだと、えー、いうことを言ってることに対して、ですね、まあ、それを否定するような、えー、コメント、えー、私、す、ま、べ、あ、ての斉藤さんの演説を見たわけではないんですが、えーまあ、そういったコメントは出ていないと。えー 思います。ですのでどうなんでしょうかね。実際のところはまあ、ただ。まあいずれにしてもですね。まあ、斉藤さん、えー、もう本当にあのまあ、動員レベルでまあ、当初ですね。まあ、斉藤さんの演説会場にはですね。まあ、sns 上でですね。要はまあバイトで動員された人が集まってるんだみたいな話もありましたけど、まあ実際現場行ってみるとですね。もう動員で集まってるとか、もうそういうレベルの話ではありません。まあ、ただあ残念なのがですね。ちょっと完全なちょっともう分断を。 ていいるというとうころなんですねまずちょっとあの11月の9日、おと日いですね、えー、私、あの阪神・ヶ崎駅前、えー、まあ稲村さんの元市長だった天ヶ崎ですね、えー、の阪神の天ヶ崎駅前の、えー、斉藤さんの演説会場、ちょっと見てきたんですけども。<laughs> まあ、えらい盛り上がりですわ。まあ、あの本当に動員とかあ、そういったレベルではないと、えー、思います。まあ、一方でですね、えー、もちろん、その反斎藤の方が、現場とかにもいらっしゃるんですけれども、 まあそこで繰り広げられるバリゾゴンもう見てられないというかですね、ほんと柄が悪いというか、まあ、ちょっとあの動画で流すとですね、ちょっとモザイクかけたり、ちょっと大変なので、まあ、ちょっと静止画でえ音声だけ聞いていただきたいんですけれども。 まあこうしてね、斎、えー、藤さんの要は反対のまあプラカードを、えー、持っている方もまあ現場にはいらっしゃるんですが、まあ、そういった方とですね、斎藤さん、支援者との、えー、まあやり取りじゃない、もう罵詈雑言です。 ほぼけまぬけの大合唱、まあ、本当に兵庫県で分断されるのは、ですねもう本当に阪神・巨人戦だけにしていただきたい、まあ、それはまあどうでもいい話なんですけれども、まあ、地元の県議さんとかに話聞いても、ですねもう本当にまあ地元のスナックで、ですね要は反斎藤と新斎藤、斎藤,斎藤さん応援する方々とですね、まあ、お客さん同士ががあ喧嘩を始めたりですね、まあ、そういった悩み相談が来る、まあ、それぐらいですね、まあ、兵庫県が、 分断されてるという本当にかわいそうな、えー、状況です。まあ、n 国党の立花さんが入ってきてですね。まあ、本当に分かりやすい図式をしました。マスコミは敵それをいじめられた。斉藤さんはかわいそうで、ま斎、あ、藤さんに謝ろうみたいな、えー、流れでですね。風が起こっておるんですけれどもまあ、これですね。まあ、その統一協会のあの方どうなんだかわかんないんですけど、マスコミは嘘800とは言うてはおりますが、まあ、この問題そもそもどこ？から 始まったのかという話なんですけれども、まあこの西、えー、もっと西晴山県民局長が出した告発文、これに対する初動の対応なんですね、問われておるのが、まあ、そこの中から副次的に出てきたプライベートな文章ばかりに今、注目が集まっていますけれども、まあ、今般のまあ斎藤さんをまあ新たに。えーし 新たにですね再選を迎えるのかという判断の中で、やはりですね今、ちょっともう目の前のこの不倫の話だとか、いろいろ、あのまあ、橘さんがいろんな方と話す、まあ、そこ、若い面、言ってますけれども、まあ、この文書問題、これ、そもそもですねこう問題の本質というのが、ですねやっぱりこの初めの文,文書の初動の対応というところにあったということで,で、すねちょっと昔の話すぎ、もう半年以上も前の話なので、もう皆さん、その間にです、ねまあ、衆議 議員選挙もあって、これって結局、何だったのかというところまで、えー、ちょっと思い及ばないかもしれませんけれども、まあ、ちょっと一回落ち着いて、まずこの問題、どうやって始まったのかで、どういった初動対応によって、今の、えー、まあ悲劇、まあ、いわば悲劇ですね、が起こったのかというのを、まあ、ちょっと復習というかですね、ちょっとおさらいしてみたいんですが。 こちら、西藍今県民局長が出された告発文なんですけれども、まあ、ここの、まあ、頭にあるように3月12日現在って書いてありますよね。で、まあ、3月12日、まあ、中旬ですね、一部の県議とマスコミにこの紙が届きましたと。そして、まあ、藤前知事の手元に来たのは、まあ、会見で言われてましたけれども、百条委員会でしたかね、3月20日、20日ですね。 誰から受け取ったのかという問いに関しては、なんか友人みたいな話してましたかね、ごめんなさい、私の記憶が間違いであれば。で、ここから、皆さん覚えられてると思いますけども、3月20日、斎藤前知事の上にこの書類が載ってから、ですねわずか7日後、27日ですね、27日に斎藤前知事がですね記者会見の場で、嘘800だと。 公務員失格だと、まあ、全否定するこの高々7日間の間に何があったのかというところなんですけれども3月20日、まず斉藤知事文書、文書自体を受け取りましたその後どうなってあの嘘そ800の発言にたどり着いたかというとです、ね、翌日3月21日です、ね、7月末で辞職した当時の片山副知事斉藤さんの最側近ですね。片山副知事 幹部とその文書に関してどうするのか、協議をしました、まあ、その場でですね西有馬県民局長の名前が上がって、まあ、知,事が知事が調査を指示したと、ここで斎藤前知事がこの問題に関して、ですね、まあ、この後ちょっと話していきますけれども、まあ、この段階で、要は外部通報ではなくて、これは批判,要は批判的なものであると、まあ、名誉毀損も含めて、ですねこういった形で対応、スタートの対応 としてこういうい対応でで始まったものであるとそしてまあ22日にはですね、まあ、人事課長が、えー、デジタル改革側の職員、えーまあ、システムとか触っているところなんでしょうねそのデジタル海外科の職員に依頼して、えー、西播磨県民局長、えー、その他数人、えー、その数人が誰かはまだ、えー、明らかにはなってないと思うんですけれども要は1年分の、えー、電子メールを 提供させてですね。まあ、それを確認すると。まあ、そこで、まあ、西原県民局長であるというのが分かってですね。そうして25日、まあ、高々25日なんで、要は斉藤知事の手元にこう書類が載ってからですね、高々5日後、えー、もう本当に東京地検特捜部並みのですね、ガサ入れが行われます。まあ、何があったかというとですね、えー、片山副知事が、西原県民局長がいるですね、西原県民局まで飛んでいってですね、これも抜き打ちで、 やられましたこの当時のですねガサ入れの指示書みたいなものもあったと「週刊文春」が書いておりました25日にですねカダイムが飛んでいってこの文書どないな当年という話でですねもう LINE の履歴も確認するというところでまあそこにあった公用パソコンですねこの公用パソコンこれも押収をして えーまあ、そこから、まあ、今回、今話題になっているプライベートな、えー、情報ですね、このプライベートな情報に関しても、立花さんがですね、えーまあ、ちょっと言、えー、って、 気持ちよくなって言っちゃったのかもしれないんですけれども、まあ、今回、この公用パソコンから出てきたプライベートな情報なので、要は開示せよみたいな話はあるんですけれども、まあ、あのその回収したときにです、ね、この USB が、要はパソコンに刺さってたのかどうなのかわからないんですけれども、この USB も回収されたという話があります。 その上で聞いていただきたいんですけども、11月6日のホリエモンのホリエモンチャンネルですね、ホリエモンチャンネルの中で、立花さん、こんなことを言ってるんですね。このプライベートな情報のデータに関して、本人はパソコンの中じゃなくて、USB に置いているみたいなんですよ。だから、まあ、USB まで持って帰られるとは思っていなかった。 たんだと思いますと立花さんがそういう風に言っております。ですのでまああの公用パソコンこれ自体はままだ明らかにはなってないんですが、ま立、あ、花さん今いろんな方が情報を入れております。もうあの立花さんあの自分で言う通り何でも話してしまいますので、要は情報提供者の一人がこの方だというのも名指しで該当で言っております。 維新の、えー、岸口実さんですね、えーまあ、この方、百条委員会の副委員長をしておるんですけれども、立、ま、花、あ、さんがですね、まあ、今回、いろいろ音声のデータとかありましたけれども、まあ、こういった情報提供を、えー、受けた、えー、うちの一人ということで、えー、名前をもう挙げちゃって、えー、おります。 あとですね、ちょっと私、あのー、まあ、県会議員さん、えー、なかなかねあの、話せること、話せないことあるんですけれども、私が聞いてる関係者の話としてはですね、まさに今、皆さんあの、音声データというものが、まあ、立花さんが公開したですね、音声データというものが、まあ、世の中でいろいろ出てはおりますけれども、あの、音声データって、あの、片山さんが、 話してる話じゃないですか。片山さんがまあいろいろ話していって、最後、その不倫日記の話をしたら、奥山さん、奥山さんはこの百条委員会の委員長、自民党の方です。が、要は話を静止したということをもってしてですね、要はあの情報を隠していると、マスコミは嘘だらけだというふうな形にしてるんですけれども、皆さん、あのね、 あの要は片山副知事の話、要はあれを答える、あれをいきなり喋り始めたというわけではなくて、もちろん誰かが質問してるわけじゃないですか。で、それを質問したのは誰なのか、まあ、私がまあ聞いている範囲では、えー、この方なんですね。 もう今回の選挙戦でも、斎、まあ、藤さん、無所属では出ましたけども、まあ、ここに映っているのは、ですね、えー、こちらですね、増山、えー、県会議員ですね、百条委員会の委員でもあるんですけど、維新の会の、えー、増山さんですね、えーまあ、この方が、えーまあ、質問を、えーまあ、この方がというか、ですね、まあ、まずなんで斎、えー、藤さんと手をつないでいるのかというと、ですね、えー、もうあの選挙期間、えー、始まって、ですねもうメディ今回の選挙戦は、えー、オールドメディア a day and メディア対ネットだみたいな形でもう斎藤さんの支持しているというのを隠さずですね、もうあの応援演説の場にも駆けつけて、斎藤さんの応援をしております。で、まあ、ちょっと話戻るとですねこのあ失礼しました、この増山誠さんですね、百条委員会の委員でもあり、兵庫県会議員の維新の議員なんですけれども、まあ、私が関係者に聞いた話では、立花さんが公開した音声で、 あれの前で質問したのがこの増山さんであると、でその問題に関してどんな質問だったかというと、ですね要はクーデターだとか、えー、まあ、そういったメールがあったんだっけど、メールかなんかわからないですけど、まあ、な,なんせそのクーデターの、えー、話を、えー、質問しようと、えー、したらしいです、それに対する受けで、まあ、片山副知事が、えー、あの答弁、まあ、今出回ってる音声データですね、えー、その話をしたと、えー、いうことらしいです。まあ、事前にでですすねそういううううういいやり取り取まあこうこうこういう質問するか,こうかと見 みたいなやり取りがあったかどうかは分からないですけれども、まあ、実際ですね、まあ、そのクーデターの話っていうのは、まあ、なかなかあのこれだけですね、いろんなものが、これ、百条委員会というのは秘密会なんですよ、だからそもそも今、立、ま、花、あ、さんが公開しているデータだとか、ああいったものが、まあ、世の中に出ていること自体がおかしいんですけれども、まあ、あのその中でもまあ百条委員会、まあ、秘密会の中でこれだけ情報が出ていく中でですね、あの、 あ,あ、ごめんなさい。その情報がいろいろ出ていく中で、まあそのクーデターの話とかって、なんか少しぐらい出てきていい。 もものかなとは思うんですけれども、まあ、ちょっと私関係者で聞いてる話の中ではこのクーデターの話っていうのは、まあ、その西山県民局長の、えー、パソコンとかを調べてですね、まあ、もちろん、まあ、今言われてるですねやっぱりまあ前回斎、えーまあ、あ藤さんと選挙を戦った片山さんあ金沢さん、えーまあ、井戸さんの、えー、前,前井戸知事時代の副知事ですね、えーまあ、そこの、えーまあ、近い、えー、自民党県議の の方とかからメールが来てたりですね、まあ、同じ職員の方とかがいろんなメールが来てたり、まあそういったものであれば、もう,こう明らかなこう組織的なまあ計画であるというので、まあ、これだけいろいろね、もう何でもかんでも,もう出ちゃってる中で、まあ、少しぐらい出てきても不思議ではないんですけれども、全く何にも出てこないというのは、私もまあ不思議だなと思ってまして、ちょっとまあ関係者、百条委員会等の関係者等に聞いてみると、まあ、そのクーデターの話のメールというのは、まあ、あくまで西原県民 局長の、CO、私用のメールから自分の公用,公用パソコンに要はメールした、えー、中で出てきた話で、えー、あるというふうな話も聞きました、まあ、それを聞いてですね、えー、ですので、まあ、あまああのもちろんねあの他の自民党さんの議員だとか他の職員さんからこう他人とですねやり取りがいろいろあるとまあ,あのこれだけねもうあのプライベートな情報まで、えー、出ちゃってしまってますので、まあ、こういったまあその クーデター計画みたいなのがもしあれば出てきてもおかしくないなとは思うんですが、まあ、出ない理由は、まあ、やっぱりまあ個人から個人のメールですのでやっぱり、まああのまあ、情報として弱いのかなというふうな印象は受けましたでちょっと話がそれたんですが、えー、まあそもそもですね、まあ、今回の,、えーまああの文書問題に関して、まあ、この初動、えー、まあ3月25日ですね、えー、まあこれでまあ片山副知事が はりま県民局まで飛んでいって、まあ、そこで USB のデータなどを押収したのかもしれません、まあ、USB はもう私物ですので、まあ、これはもうこういうパソコンという範疇には入らないと思うんですけれども立花、まあ、さんがです、ねまあ、その意味軸もホリエモンチャンネルで、えー、その私的なデータですかプライベートのデータこれは USB にまあ,あったと、えー、まあ言ってる、まあ嘘か本当かねこれはどうかわからないんですけれども、まあ、いずれにしてもまあ情報をまあ潰そうとしたわけなんですね 当初の対応としては、えー、そして、まあ、3月27日、斎、えーまあ、藤知事は、えーまあ、そのプライベートな情報を知らなかったと言ってますけど、まあ、本当に知らなかったのかどうかわからないんですけど、まあ、仮に知っていて、ですね、まあ、それでまあちょっと強気になって、これで黙らそうということなら、まあ、本当、最悪だとは思いますが、まあ、3月27日にですう、ねまあ、嘘800、えー、公務員失格というふうな会見を行いました。でですね、当時 ですね、その会見が終わった後、えー、周りの側近たちもびっくりしたんですよ、えー、そこまで、えー、知事言うのかと、えーまあ、片山前副知事もですね、えー、百条委員会の場でしたかね、まあ、そこまで知事が言うとは思わなかったと、まあ、そういった証言もしておるんですね、で側近たちはビビって、ですね、警察行ってるんですよ。 こちら、産経新聞9月28日の記事なんですけども、嘘800会見直後、えー、斉藤知事側近は、えー、県警本部に走ったと。でまあ、記事の中に何が書いてあるかというとですね、要はこの会見の後にですね、いやまあ、あの牛タンクラブといえれる斉藤さんの側近たちがですね、まあ、兵庫県警の担当者と向き合って、えー、名誉毀損や、名誉毀損で国訴や被害届を出せないか、知事から相談してこいと言われまして、というか 形で要は西原に県民局長が作成した告発文書を見せてえー、まあ兵庫県系にまあ相談したんですね。まあ、た、だま表現権の対応としては、ちょっとこの記事の中読むとここですね、えー、文書はそのさい。その斎藤自身のパワハラ疑惑などを告発したもの。 公益性があり、立憲は難しいとの、えー、県警側を接触を得ると以降、斎藤が、えー、自ら告訴に言及することはなくなったと、まあ、そうして立憲は難しいと言われたので、まあ、その後、まあ、皆さん、ワイドショーとかで見た、まあ、永遠と続くまあ記者会見。 社会見劇が始まるんですけれども、まあ、西張県民局長自体は、27日の斉藤さんの会見を受けて、反論文書を出してですね、えー、はいたんですけれども、まあ、その上でまあ4月4日に兵庫県の 職員の広域通報窓口に内部です。そして、まあ、あの今ですねなんかマスコミがですね要は嘘だらけみたいな要は斉藤さんをいじめたみたいな話あるんですけれどもこの4月4日ぐらいの段階だと。 まあどちらかというとマスコミの低たらくというかですねまあ今回、いろいろパワハラだとかのお話が出てきたときに私、印象残っているのが神戸新聞の記者がまあ結構、後半の方だったと思うんです後半の方の会見だったと思うんですけれどもまあ神戸新聞の記者がですね斎藤前知事がからなかなか証言をえまあ欲しいコメントが取れないので こんなこと言ってましたよね、まあ、な,なんとなく覚えてるんですけれども、まあ、要はその神戸新聞の県庁詰めの記者として、やっぱりその知事ね、やっぱり私たちも要は県の広報部の方から、要はイベントとかがあるときに、要は知事が人が集まりが悪いと怒るから、要はそういった話も聞いていたというふうな話をしてました。まあ、だからまあその前兆というかですね、まあ、そういったことはあったんでしょうけれども、この4月4日段階とかだったら、マスコミ自体も解文書扱いだ たんですね、これ実際風が変わったのは4月16日に読売新聞が要は告発文書の中にあったですね このコーヒーメーカーの話ですね、このコーヒーメーカーの話でですね、サイト事情は受け取ってはいないんですけれども、まあ、県の、えー、産業部長が、えー、受け取っていたと、えー、いうことが分かったという、まあ、いわば、えー、スクープを出してですね、まあ、そこから、えー、一気に、えー、風が変わったんですね。まあ、ちょっと私当時は全然、ね、兵庫県とか取材して、私は単なる落下さんなので、まあ、もちろん取材はしてなかったんですけれども、まあ、そこからあのいろんな県議の方に話を 聞いてもやっぱり風が変わったっていうのはこの4月16日の読売新聞の報道からであってですねやっぱりまあその知事がですねまあもちろんメディアからしたら あ要はその名前、まあね、も怪文,文書というかですねまあそ告発文書届いたとしてもですねま斎、あ、藤さんがそこまで嘘800とかですね要は公務員資格それぐらい強い言葉で、えー、否定したのでまあまあマスコミからしても怪文書扱いだったんだと、えー、思いますまあそれがあ読売新聞の、えー、スクープでですね言ってあ事実があ出てきてですね少なくとも嘘800ではなくて嘘799ぐらいだろうということでですねまあ、少しずつ、えー が始まる中でですね、まあ、斉藤知事としてはまあ次のまあアクションとして、えー、これも今振り返るとまあ、間違っていたのかなとは思うんですがこちら10月25日の神戸新聞の記事なんですけれども要はですね要は側近がまああの 4月16日時点、まあ、それ4月4日に公益通報はしておりますので、結局、その結果を待たずにです、ね、要は処分等はできないということで、えー、まあ元総務長の井本さんですね、元井本さんがですね、えー、要は懲戒処分は公益通報の調査後にすべきだと伝え、了解を得たと証言、えー、ただ、斉藤知事前知事からですね、風向きを変えたい。 というふうな発言があったということでですね、まあ、皆さんご承知の通りいつでしたかね5月7日ですか5月7日に要は県は内部,調内部調査によって要は革新的な部分が事実と異なるということで、まあ、3か月の懲戒処分をしましたその後ですね要は県のうち,うちの調査ではなかなか信用ができないということで、まあ、100条1回の説明を 設置道義が出てですね、えー、まあ皆さん、まあ、そこからはいろいろ皆さんご記憶あると思うんですけれども、まあ、百条委員会が開かれ、えー、ああいった形で、まあ、パワハ,ハラとまあ贈答品の話から、えー、始まって、まあ、皆さん勘違いされていると思うんですけど、百条委員会自体はまあ7つの項目を調査する、えー、文書問題会議で、まあ、もちろん県民局長の人格とかを、えー、調査するものではありません。えー、なおかつつつですね7つのの、えー、問題のうちまだ2つ しか、えー、終わってない中で、えー、この選挙戦に突入してしまいました。でまあ先ほど見せた記事という,いうのはですね、えー、そのえー、っとですねこちらですね、えー、これはま選挙戦直前ですねまあ、選挙の影響にあると、えー、選挙に影響が出たらダメだということでまあ、秘密会で行われた。 えー、百条委員会です、まあ、ここでようやく優勝パレード、えー、の話が始まったりしてですね、まあ、百条委員会自体は、まあ、年内で、えー、報告書をまとめるという形で、まあ、途中で、えーまあ、この選挙中うのをやっちゃってるわけなんですよねなんでまあ県民の方からしたら、まあ、もちろん、えー、まあわ,けわからんというかですね、えー、まあちょっと困る部分もあると思います。 で、ですね、まあ、今回まあ、いろいろ、立花さんはじめですね。まあ、当初、はじめの3月20日のまあ西原県民局長の告,白物告発文。まあ、これに関しては、要は、その公益通報には当たらないと。えー、要は、その参号通報ですね。報道機関等への参号通報。これにはまあ当たらないというふうな形でまあ発言されております。まあ、ただ、これに関しては、放送会で意見が分かれてあってですね。まあ、黒か白か。 という話ででもなくてですね、まあ、グレーで、えー、あるというふうな話だからこそ、まあ、今回の、あのーまあ、兵庫県の文書問題を受けてですね消費者庁が、まあ、検討会をまあ始めたんですね。 こちら11月5日の日経新聞の記事なんですけれども、まあ簡単に言うとですね、要はその内部告発した人に対してですね、解雇や懲役といった不利益処分した場合ですね、要は消費者庁が、要は刑事罰を導入する方針であるということが分かったという記事なんですけれども、まあここでまあ兵庫県のことを書いてましてですね、公益通報は兵庫県、兵庫県全知事がパワハラ疑惑などを内部告発された問題などで、 制度面の課題が指摘されていると現行制度は内部通報者への不利益な取扱いを禁止しているが、えー、罰則がなく専門家などから抑止効果が不十分との声が出ていたと。 まあそれぐらい、まああの告発文書の扱いに関しては、ですねまあ、意見が分かれるところであって、なおかつまあ国もですねきちんと線を引かなきゃいけないというふうにです、ね、こういうふうな形で動いている話であって、まあ、白か黒かみたいな話ではなくて、ですね、えー、であるというのは間違いないなと思っております。そして、まああの今回のまあプライベートな情報がですねまあ、これだけまあ拡散しておる、それもその拡散の理由がです、ね、で、まあ、百条委員会 潰しというのは、ですね一定間違いないなと思っておるのが、まあ、先ほど言ったですね選挙前に秘密会として行われた百条委員会ですね、そこでまあ井本総務部長ですね、まあ、側近ですね、があの文書の、プライベートな文書の扱いについて、こう証言してるんですね。 ちょっと神戸新聞の記事に戻りますけど、えー、ここですね、えー、元県民局長の公用パソコンに記録されていた私的な個人情報について、猪、え、本、ー、氏は、猪本氏というのが、ね、斉藤さんの側近ですね、元総務部長、猪本氏は、えー、印刷し所、所持したと認めたが、えー、漏えいしたかどうか、えー、は、カッ、えー、コメントですね、守秘義務違反の嫌疑を受ける可能性があるとして、えー、まあ証言拒否をしたという話です。 まあ一部は報道である通りですね、まあこの私的な情報、えー、これもまあ立花さんがホリモンチャンネルでえ話してたように、これ USB からかもしれませんし、まあこういった情報をもとにですね、百条委員会、えも、ー、うこの井本さんというのがですね、この 県民局長のプライベートな情報を持って、要は県議会ですね、要は自民党の議員と維新の議員だけとは聞いておりますが、そこにこう見せて回って、ですね、まあ要はこんなやつだからあの言うことは聞かないというか、まあ信用をおとしめるような形ですよね、まあそういった形で使われていたとすれば、まあ本当に問題であったと思いますし、まあそういったガバナンスというか、ですね、マネジメント、もちろんその長は斎藤知事でありますので、ままああ一定の、まあ、全く 責任がないということはまあ言い切れないなと思っております。まあ、ちょっと兵庫県がですね。まあ、今、あのちょっと皆さん一旦一深呼吸してですね。落ち着きましょう。という思いであります。なんかまあ先ほどの？ 冒頭の統一教会の方もですねマスコミは嘘だったとパワハラなんて何もなかったじゃないかという,ふうな話もありましたけれども、まあ、そのパワハラに関してもです500、ねまあ、条委員会で、まあ、承認もまあ来れるだけは来てないですけども、まあ、例えばその深夜にこうチャットを送ったり、まあ、そういったまあ事実は出てきているわけなんですね、深夜とか休みの日だとか、まあ、あとまあ報道でも大きく出たですねこう20メートル歩かされてまあ怒られたみたいな話 話ありましたけれどもまあ、何でしたっけねこう、えー、20m、えー、歩かされたことにまあ、起こったというので百、まあ、条委員会の、まあ、アンケートでもですね決め、まあ名,えー、名前を書いてですね要は、えーまあ、回答には、まあ、また聞きとかいろいろあるんですけれども、まあ、目撃経験等により実際に知っている方の、えー、コメントとしてですね 要はその東播磨の地域づくり懇談会でしたかね、まあ、そこに20メートル落下された問題、いやその場で怒鳴られた人から、要は直接聞いた話として、アンケートにこう書いてるんですね。 えー、斉藤知事は車を降りるなり大声で怒鳴り、えー、部長は何で怒られているのかもわからず唖然としていたと言っていました、えー、人事課の調査では、えー、人事課の圧を感じ同う喝ではなかったと言ってしまったがあれは知事からの同う喝だったと、えー、聞きましたというふうな、まあ、アンケート、えー、結果も、えー、出ております。 まあそういったものに対してですね、斎、まあ、藤知事は、えーまあ、霞ヶ崎の総務省出身の役人ですから、こう厳しくやっていくんだと、えー、いうことも、えー、ありますけれども、まあ、ここは霞ヶ崎ではなくてですね、兵庫県、兵庫県庁であって、まあ、やはりまあ今回、いろいろ問題になったのはですね、えー、なおかつまあ今回、自民党も割れてるのがですね、やっぱり斎藤さん、やはりまあ自分でもご自身で反省して、えー、言われてましたけど、やはりもう少しこう周りと対話して進めていくと、 いいう形をやらないとですねこう仮に当選してこれまた兵庫県戻っていった時もですねじゃあ周りの方ときちんと対話して県政進めていくことができるのかというのはですねやっぱり、まあ、あのまあ外野から見てる分には、えー、まあ 冷静に考えるとです、ね、そういういいなな思いには、えー、なりま,すまあかといってじゃあ誰がいいのかというのはまあ皆さんがご判断されることだと思うんですけどまあ今日ちょっと言いたかったのはですねちょっと皆さん兵庫県民の皆さん一旦あの深呼吸して。 落ち着きましょうっと東海表準でねもうあの6日しかありませんがまたこの話兵庫県の話していきたいなと思いますチャンネル登録いいねよろしくお願いしますそれでは